イナムの話、さっき永田さんのお話でイナムっていう便利だよとか、構造体だったらちょっと難しいけどイナムだったら便利だよとかしていただいたんですけど、それってなんやねんってところを多分お話ししていただけるんじゃないかなと思います。イナム初めて聞きましたみたいな方どれぐらいいらっしゃいます？いますよね。はい、じゃあちょっと吉野さんお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。イナムのですね、全部を話そう、最初だけ話そうと思います。でイナムはちょっと難しいです。いろいろとスイフトのイナムは難しいですね。他の言語にもこういうイナムっていうのがあるんですけども、スイフトはちょっと、なんか応用が効いてるっていう感じしますね。じゃあちょっと話をしましょうか。で、生まれは奈良県です。で、この森林浴の中で育ちました。で、奥に防空壕があります。もうね、小学生の時だから水鉄砲を持ってよく遊んでました。で、名前は小林芳生です。で、勉強会は複数開催しております。このスイフトビギナーズ勉強会と、あとルビンオンレールですね。で、あとワードプレスの勉強会ですね。で、3つぐる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 回しながら、勉強会を開催しております。どんどん人数も参加者も、加わってくれる方も増えて、まあ、たまよくしくにぎやかになってますですね。で、もう一つがワードプレスのコントリビュートの勉強会というのをしています。で、オープンソースですから、スイフトもオープンソースですよね。で、ルビンオンレールズもオープンソースなので、まあ、誰かがどこかで翻訳してたりとか、まあ、作ってたりとか、まあ、するわけですけど、その活動をもうちょっと活発にする、オープンソースにどんどん参加していくっていう勉強会をやってます。で、スイフトの方も、ちょっと落ち着いたら、まあ、こういう活動をどんどんしたいなと思います。翻訳をしたりですね、スイフトのプラグインを作ったりとか、そういう形ですね。はい、で今日はですね、イナムの話をします。で、イナムの話にするにあたって、ちょっとまとまった文章がちょっと欲しかったので、紹介スイフトさんをちょっと参考にしました。で、ところがですね、ちょっと紹介スイフトさんですけど、まあ、右側の黒い本ですね、これがスイフト2です。スイフト2ですね。2なので、ちょっと古いです。で、もうじきですね、スイフト3対応の紹介スイフトさんが出ます、ね、出ます。今予約販売中ですね。予約販売中です。まあ、この文法書なんですけど、まあ、詳しい文法書なんですけど、これで第3版まで、まあ、出ているっていうのが、まあ、ちょっとすごいですね、それね。はい、で、イナムの話をします。まあ、読み方がイナムとかイーナムとかイナームとかなんか言ってる人は多分いますけどだからですね、で、イナムで検索してもですね、アップルの資料はちょっと出てこないです。出てこないですね。で、アップルの資料で見ると、イナムレーションイナムレーションズという形で出てきます。イナムレーションズ、ね、で、列挙数え上げることっていう意味で、使われてま す, です、ね、で、他の言語も同じような形で使われてま す, です、ね、で、まずイナムの、列挙型です、ね、イナム列挙型ですけど、まあ、簡単にちょっ と,、最初の文法だけ、触っていこうかなと思います。まあ、大体イナムというとこの形を、取ってますとですね、まあ、イナムの、ディレクションですね、赤のディレクション、まあ、これが列挙名ですね。列挙名ですね。で、最初大文字です。小文字でも動くけど、なんだろう、ライブラリとかいろいろ見てると最初大文字です。だいたい大文字で統一されているんですね。で、係数文があって、このディレクションっていうのの子供ですね。子供です。内訳みたいなんです。内訳が続きます。まあ、ディレクションが方向なんで、係数であって上、ダウン、下、ライト、右、レフト、左みたいな要素ですね。要素を追加できるってことですね。これを俗にメンバーと言います。で、書籍によってはこれを列挙詞と言ってるのもあります。列挙詞という場合もありますけど、今回ちょっとメンバーっていうことで、まあ、書いてますね。っていうことですね。で、だからこれで、データの塊が定義できるってことですね。ディレクションっていう、まあ、方向を持つ大きな枠の中には、まあ、アップとダウンとライトとレフトという4つの方向のメンバーを持たせるよっていう塊が定義できます。で、この塊を、まあ、さっき永田さんが言ってましたけど、引数で渡すとか、まあ、もう塊自体を渡すとかっていう形で使えたりします。で、使い方なんですけど、まあ、参照するときにレッド変、レッドで D イコールディレクションドットアップっていう形で、取り出せます。取り出せます。で、今回は列挙詞だけなので、アップダウンライトレフトという形で、まあ、値がないこの定義のみを取り出すですね。で、指定方法は列挙名ドットメンバー名ですね。列挙名ドットメンバー名という指定ができま す, です、ね、これで出すですね。まあ、基本は、本当の基本はこの感じです。
で、SWIFT が、結構省略が、結構バンバン、まあ、書いてるとか、かかってくる。で、省略形もあります。ね、例えばですね、まあ、下から2つ目の let d=directionup ですね。この場合は省略できないですね。省略できない。もうこの書き方ですね。で、下の場合は省略できます。省略できます。まあ、時代がディレクションですよ。イナムですよ。っていうのを、定義しているので省略できるわけですね。この省略があります。次、ですね、ここが多分初めて見ると、ちょっと困惑するんじゃないかなと思うんですけど、メソッドが定義できます。で、俗に言うクラスで使っているようなメソッドが定義できます。僕もちょっとSWIFT始めた時に、列挙型でメソッドって言われるとちょっとピンとこなかったんですけど、これが意外と便利ですね。イナムの中で、メソッドが定義できます。で、上でイナムで始まってケースで来ますね。で、メソッドは、ファンクで始まってるところです。ファンクションのファンクですね。で、クロックワイズっていうのが、これメソッド名になりま す、ね。メソッド名ですね。で、ディレクションっていうのが、型ですね。90度回転させるんですね。で、このメソッド何するかというと、まあ、90度回転させるんで、アップからライトに行って、ライトからダウンに行って、ダウンからレフトというような返し方をします。で、その動作をスイッチ文で下に書いてます。ね、スイッチでセルフが渡ってきたパラメータそのままなんで、自分自身の値をもらって、そのケースでドットアップだったらリターンでライトにして右にして返すよっていうことですね。で、ケースでダウンが渡ってきたらリターンでレフトにして返すよっていう形のメソッドが作れます、ね。で、このメソッドがイナムの中に入ってるんだっていうことですね。で、これを、まあ、こういう変化させるものとイナムが一緒になるので、まあ、下の方にちょっと見にくいんですけど、まあ、最初ディレクションアップで指定すると D にはアップが入ってるんですよ。 D にはアップという仕組みがあるんですね。で、このアップの D に対してクロックワイズっていうメソッドを発行すると、右に曲がります。リターンのライトが返ってくるんで、ディレクションのライトと、まあ、等しくなるってことですね。トゥルーになるんですね。これで、イナムに値を入れてあげた後にメソッドを動かすと、その値をどんどん何か別のものに変えることができるとか、加工ができるっていう動きをしてくれますですね。これが、イナムの中でメソッドが一緒に定義できるですね。で、次がですね、値型っていうのがあってですね、まあ、メンバーに値が持てるですね。で、これ他のプログラム言語でも、ありますですね。で、この列挙子に対して値がセットできます。値がセットできます。前まではアップダウンレフトライトだけだったんですけど、それに対して数字の0、1、2、3、4という数字を持たせることができるですね。で、その場合ちょっと何点か注意があるんですけど、イナムダイレクションコロンの後ろに、型を指定する人がいます。データを保持する人の次の型が、イント型、数値の場合イント型、イントで指定します。で、ここでイントを指定すると、このディレクションが持っている子供ですね、メンバー子供は全部イント型になります。全部イント型ですね。頭をイントにすると、このケースのアップっていう属性とダウン、ライト、レフトも全部イント型になります。イント型ですね。で、この指定が、省略されて、ケースアップイコール0で、アップには0が入ります。アップには0が入ります。で、0が入るんですけど、あとは指定しなくても自動的にインクリメントされます。まあ、プラス1されるってことですね。で、ダウンは1になって、ライトは2って書いて、レフトは3が書いてますっていう動きをしてくれますですね。最初の初期値を与えると、プラス1して、メンバーをセットしてくれるということですね。定義が、まあ、で、定義はこんな感じですね。これを使うときもちょっと、特徴があります。で、ディレクション .up で D に、そのアップがセットされるんですけど、この D にはですね、数字は入ってるわけじゃないんです。ドットアップっていう、まあ、メンバーが入っているんですね。メンバーが入っているんです。だから D だけでは、値は取り出せないです。取り出せないですね。じゃあ値をどうやって取り出すのかっていうことですね。アップイコール0のこの0を取り出したいっていう時は、この D に対して、まあ、アップが入っているものに対してドットローバリューですね。ドットローバリューを指定すると中の値が取れます。中の値が取れるというルールですね。だから D ドットローバリューで、i には0が入るんですね。これイント型が入ります。で、下の方の、下のような指定の仕方も可能です。まあ、ディレクションドットダウンってやって、ドットローバリューってやると直接ダウンの値が取れます。
ですね。ドンダウンでダウンは1なので、これで1が取れるですね。まあ、この値方まで分かりやすいですね。はい、でポイントは、列挙名ですね。列挙名で型して、ディレクションの上がイントで指定すると全部イントになって、値の取得はこのローバリューを使うんだよっていうことですね。はい、でですね、次回イナム共有型についてですね、この共有型をちょっと調べようと思ったんですけど、ちょっと時間がなくてですね、共有型っていうのがあります。共有型でまた別の形があるんですね。異なる値の、異なる型の値もきれいに保持できるんです。どういうことかというと、これってディレクションイントってしたら、このメンバーって全部イント型なんですよ。全部イント型ですね。でもこれだと都合が悪い時がありますね。メンバーによって型を変えたい時があります。ですね、アップの時はまあイントだけど、ダウンはストリングとかですね。別々の型を持ちたい時があります。そういう持ち方もできます。ですね、という持ち方です。で、これ次回話そうと思ったんですけど、なんかいい記事があったので、この記事がかなりいいです。こんな感じです。ね、イナムデータで真ん中にタイプイントイントとかタイプテキストストリングとかですね、なんかですね、イントとストリングになってます。これが全然持てます。持てるんですね。はい、そうですね。で最後にですね、プレイグラウンドでスイフトさんにコンバートできます。これ知ってる方はご存知だと思うんですけど、プレイグラウンド、まあ、書籍を見てると、スイフトタンスさんに対応している書籍がまだちょっと少なかったりするので、スイフト2で書いたりしますよね。で、2で書いたときに、まあ、コンバートしたいんですけど、その時はこのエディットのところで、エディットのところで、エディットのところで、このコンバートってなると、プレイグラウンドでも、シンタックスチェックがかかって、スイフトさんにコンバートできます。で一回ちょっと確認、まあ、提出する前にこのスイートさんでコンバートしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ね、僕からはイナムに以上でした。また共有型について、ね、ちょっと調べて分かりやすくして話そうと思います。はい、ありがとうございます。